実況ご注意。キャプ君、リエンジン、なんかこれこれカーソル出てくる。はい、 OK です。このアイコンずっと映ってんのかな。まあ録音のあれで映せなかったんだけど、わあすげえうるせえ。ということで、はい、ドーン。バイオハザード R、まあいいや。はい、ということで、ちょっとね、趣味の延長ということでバイオハザードをやることにしました。はい、どうもブルーホースです。で、このゲームですね、まあ、軽くちょろちょろっとやってるんですけど、ほとんどはもう弟がやっちゃって、これね、ストーリー、ロードゲームとかいろいろあって、ニューゲームとか、ほら見て、これなんかよくわかんないの。なんかこれまでさ、なんて言うんでしょうね、ハードとか、なんか、ノーホープとか、バイオ6とかあったとか、プロフェッショナルとかあったんですけど、ナイトメアとインフェルノってもうこれわけわからないんですよね。オートセーブがなくなります。あ、ナイトメアまでオートセーブあるんだ。まあいいや。とりあえず、まあ、標準モードでプレイをしていきたいというふうに思います。で、まあ、普段の動画をご覧になっている方は、いきなりかよみたいな感じかもしれないですけどね。まあまあ、趣味の延長ということで、早速やっていきましょう。ムービーシーンは基本黙っているようにしようかなと思います。実写っすね。これね、こうやってやっといたらね、後で編集の人がね、適度にいじってくれるからね。ちょっと遊んでます。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 It's this foundation that will continue to build a brighter future for all of us. Biohazard 3. 再び回みたいなね。これはなんかめちゃくちゃゲームの映像っぽい気がしますね。出た、ネメシス。ノンって書いてましたね。まあ、軽くプレイしたっていうだけで、まあ、全部をきちっとやったってわけじゃないんでね、こっから先は知らないみたいなところが結構あったりするんですけど、まあ、最初何よりも初めてびっくりしたのが、TPS かと思ってたら、まさかの FPS で始まって、あれ、バイオ7であんだけやりにくかったのに、結局、FPS にするのみたいなね、TPS 派の人から、の人間なので、まあ、すげえ嫌だったんですけど、まあ、まあ、これ最初だけみたいなんでね、なんかこういう、ストーンエイジガールみたいな、ポスターって、あれですよ、二州目田駅と大阪駅の間の廊下とかに、こういうなんか、ちょっとちゃけた絵とかが貼ったりってるとか、パイパイがない。こういうのって普通パイパイある？ない？あ、痛い！すいません。まあ、後ろで何が起こってるかご想像にお任せします。これがあれですかね、スタートのバッジなのかな？まあ、あんまりこれ事故を防止。実は最初やった時あんまりこうね、じっくりと舐め回して見てなかったので、まあいいや。とりあえず、すげえ雨。あれこんなんだっけスタートっていうね。これやったことないんですよ。最初の初見の時。おお。え、ジル、今右手めちゃめちゃ血管浮いてませんでした？なんか男みたいになって、左手はなんかちゃんと女性、あれ窓閉めたよね。閉めたのに。え？ちょっと待って。閉めた。風がめっちゃ、
あれ？あれ？さっきなんかめちゃめちゃ揺れてません？あ、揺れてるよね。なんで？おお、お前か。あ、お前か、犯人。びっくりした。怪奇現象かと思った。つけらんないし。これあれじゃない？あれだ。誰だ？誰だっけ？あ、アネットバーキー、アネットバーキー。RE2 はね、しっかりとプレイしたんですよ。しっかりプレイしたけど、RE3 はまだで、これはグリーンハーブじゃねえか？グリーンハーブだよね。何？ここでもう体力減ってく感じなのかな？カエルがめちゃめちゃいる。で、ここ行って、で、ジルの、まあ、セクシー、お風呂ショットが映ってたら最高だったんですけど、まあ、こういうことなんですよね。これね、普段の動画を見てる人からしたら、全然、砕けた感じ、あ、今なんか絶写してるけど意味ねえな。まあ、いいや、そんなんいいとして、ね、こんな感じで、まあ、普段の僕をこう、ね、お見せできたらなんて思うんですけど、今、皆さん、どこに注目してます？もうやらしいですわ。次行きましょう。何とは言いませんよ。はい。ちょっとムービーなんで黙っときまーす。やっぱ右手男っぽい血管してるよね。こんなジル見たくない。バイオハザード終了のお知らせと思いきや、このなんだろうね、机にある写真の人たちっていうのは誰なんやろ。毎晩ひどくなってる。うん、ここら辺の写真の人たちがね、誰なのかなって。あと3日で、ああ、そっかそっか、10月1日に出て、コップどれか捨てたまえ、用意すぎだろう。なんかアメリカのホテルとかに行ったこともね、あるんですけど、まあなんか大体こんな感じだよね。吹き抜けになってて、ちょっと広いホテルとかだったらね、うん、台所があってとか、まあ台所というか、なんだろうね、水道とかそういう感じかな、この写真。お、ジルのレポート。1998。アンブレラ社の引き起こしたあの事件から2ヶ月が過ぎた。謹慎処分を受け、捜査は思うように進まない。これまでに分かっている情報を書き残し、事件の真相を暴く足掛かりとするのが、することが、スターズとしての最後の仕事になるだろう。T ウイルスについて、感染者をゾンビ化させるウイルスの感染経路は多岐にわたる。感染者に噛まれたことによる血液感染、死肉を食べるカラスを媒介した接触感染、感染力の強さから飛沫感染も十分に考えられる。ただ、あの事件から生還した者たちは、自身含め未だ発症には至っていない。これがウイルスの潜伏期間であるためなのか、我々が偶然にも抗体を持っていたためなのかは不明。今後も調査ないし、経過観察が必要と思われる。自身は体温、脈拍ともに異常なし。しかし楽観するべきではない。現在がウイルスの潜伏期間である可能性を考慮し、最悪の事態に備える必要がある。もうなんかこれ、この時期に読むのなんか結構心苦しいですよね。まあ収束に向かっているかとはいえ、調査メモ。アンブレラ社。業界シェアナンバーワンの大手製薬会社、製薬事業を隠れ蓑に兵器の開発製造に注力。秘密裏に生物兵器の開発も行う。悪霊山中の研究所で T ウイルス漏洩。ラクーン死刑上層部との癒着、ウォーレン市長にも多額の献金、町を実質的に支配。あ、もう分かってんだ、この時点で。これ誰？ブラッド・ピット。その下は？その下は朝鮮人参。で、アネット・バッキン。で、これがマダニ。で、外線門じゃなくて、RPD。で、ゾンビ。よくわかんない。これはマジで何？わかんない。で、続きまして、下、これ T ウイルスの一部なのかな？これ、
これこんなさ、なんか研究っていうか手術してるところの写真撮れてんだと思って捕まえろよっていう話なんですけどね。まあ、ラクーンシティの全体というところで、まあそれはいいや。で、あとそれか、あ、なんかある。封のされてない手紙。監視役の連中が向かいの窓から私を見張っている。エロ。雇い主がアイアンズなのかアンブレラなのかわからないけど、どちらも大差ではない、どちらでも大差はない。奴らの狙いは私の気力を削ぎ、犯行の手段を奪うこと。目論みは大成功ね。ここ数日、食事も睡眠もまともに取れていない。頭の中がぐちゃぐちゃで、生きる屍にでもなった気分。でも負けはしない。私は最後の瞬間までジルバレンタインとして生きることを望む。だからこの街を出て、連中の罪を白日のもとにさらそうと決めた。奴らは間違いなく口封じにかかるだろう。もしも私に異変があったと耳にしたら、この件を引き継いでほしい。同封する捜査資料が糸口になるはず。無事にあなたの手元に渡ればの話だけど、引っ越しまで残り5日の夜に全てがうまくいくことを願って。これ誰宛てに送ろうとしてたんですかね。まあいいや。何聞くんだろうな。この98年ですからね。まだマイケル・ジャクソンとか生きてた頃ですからね。で、ここでピザ食ってんすよ。で、すごいなって思うのが、これまあサイズよくわかんないんですけど、半分食ってるじゃないですか。僕ハワイ行った時にピザ2切れでお腹いっぱいになりましたからね。ジルの方が胃袋でかいんだよな。まあそれはいいや。努力からのメッセージ。我らがエースジルバレンタインや。相棒、元気にやってるか。アイアンズの野郎が君に停職処分を課し、自宅禁止させたこと、未だに信じられない。7月に起きたあの地獄から生還した君には、勲章が贈られたっておかしくない。抗議するのも当然だ。君をかばえなかった俺には頭に来てるかもしれない。本当に悪かったと思ってる。何もかもあっという間に決まってたんだ。死刑の花形だったスターズが解散させられて、俺は職を失うのが怖かった。ラクンシティを出ようとしてると聞いた。君が定職を受け入れて、おとなしく引き下がる。玉じゃないのは分かってたよ。今、区切り方がおかしかった。だが、アンブレラを追い詰めようとする君を、奴らが黙って見過ごすはずがない。どうか、見延べには気をつけてくれ。永遠のスターズ・アルファチール。ブラッド・ビカーズ推進。検閲を避けるためにピザへの配達にメッセージを託す。特大ミートピザ同僚一同からの差し入れだ。しっかり食えよ。誰だろうな。マービンとかかな。で しかもこれスープも飲んで、これなんかオートミルかなんかもほぼ食べ尽くしてるさ。ジル胃袋でかで、ここに茶色の卵が出てくる。それはバイオ4で、こういうところにハンドガンの弾とか落ちてたらするんですけどね。あと、あ、開けれるので。うん。何の時間？何の時間？さてと、もうそろそろ進めていかないと、ね。じゃあ、はい、やりましょうか。ということで。は？なんで？弟コスチュームいじりやがったな。いや、え？いやいや、おかしいおかしい。その位置に目が出てきてた。あ、その位置に指が見えてたら、もはや眼球触ってるじゃんっていうレベルよね。まあ、それはいいや。先に水止めろ。はぁ、2ヶ月前のジルに戻ってきたって感じですね。あ、これがあれだったら見えるのに、まあいいや。ん？何？誰？ようやくこれでね、ここまでじっくり見たのは初めてなんで、あれなんですけどね。あれ？これ帽子あって、ここにも帽子ある。でもサイズが違う気がする。2ヶ月で成長したな。まあいいや。もしもーし。今、あなたの後ろに。今すぐそっから逃げろ。何があったの？説明する暇はない。そっから逃げろ。今すぐ。分かった。荷物。ああ。今実はね、これね、後ろに編集の人がいるんですよ。うるせえってめっちゃ怒られてる。てか、こいつが入ってきたっていうのがまずわからないのかな。寝てたのかな。おい、これ初めてやった時マジでビビった。もういきなりやんっていう感じだもんね。一体7ナイツということで、ほいほいほい。あ、後ろ見れない。おい、あれどっから投げたのって話。いや、多分無理なんだよな、それだと。うわあ、ジルのこの服装ってあれだよね。脇汗目立ちそう。はい、お邪魔します。で、初
初めてプレイした時は気づかなかったんですけど、これさ、目の前のこの人とあそこの火事の人すげえ気になるんよ。あの、これどうなるのかな。お、あ、いい、見ない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 、もう見ない、こっちは見る。フォースメニュー出しちゃった。ほい、逃げろ逃げろ逃げろ、なんか出てきた。もう触手プレイとかもうね、やっちゃダメなんですね。こういう時ってなんかあれだよね、なんか都合がいいよね。いや振り向いてる暇ないって、急げ急げ、ほい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 。これ初めて、まあこれ途中まで行って途中までやったことあるからまだわかるんだけど、初めての時マジで慌てたからね、もう何の英語もなくね、こうね逃げてっていうね。これ降りれる、やったと思ったらこれだもん、ほんと。またポズミ出しちゃった。これ映っちゃってるのかな、だとしたらちょっとやべえんだけど。でこれ普通にさ考えてさ、そのまま殴ろうとし続けたらいいのにさ、なんでネメシスさんそれ剥がしたのっていう話だよね。なんならジュルも逃げずに、その下をくぐって逆転して逃げてった方が早かったんじゃないか説だよね。よいしょー、ほい、ほい、なんとかここまでたどり着きました。はい、いやーよかったっすね。ということで、ちょっとなんて言ったらいいんだろうな、いやいや操作してないから勝手にそっち行かないで。うん、まあちょっともう動画時間もね20分近く動画を撮ってますので、一旦はここで動画をストップしてですね、また次回のに行きたいと思います。ここからなんかやっぱゾンビとか出てくると思うので、体験版クリアしたくらいまでやってるんですよ僕。なのでまあそこら辺からやっていきたいなというふうに思います。ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。ちょっと中途半端な形で申し訳ないんですけど、またですね、お会いできたらと思います。ではでは、お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。